抜きなさい。力みすぎよ。それに動作が大きいから隙も多いし、行動も読まれやすいわ。わかってるんだけど。頑張ってるはずなんだけど、やっぱりオーラがちゃんと使えないから。石化みたいな華奢なこの筋力だけだとどうしてもフォームが安定しないし、支える筋力がないから反動が出て、隙が生まれてしまうし、次の動作も遅くなる。ごめん、ちょっと汗拭いてくる。あの子は本当に努力家だから報われてほしいわね。親としてもそうだし。ずっと石化の不遇に対して考えてたからこそ、大会で成長した石化を見て本当に心から嬉しい気持ちが込み上げてきたわ。でもそれと同時に悔しかった。引退したとはいえ、私だって実力者。私がこの手で感じないと到底認めることはできないわ。石化。昨日からずっと寝れなかったわ。正直、お母さんから本気の勝負を仕掛けられるなんて夢にも思わなかったから。だからこそここで倒して認めさせる。絶対敵だった親を超えるんだ。覚えてる、この位置。もちろん、忘れるわけないよ。本当、その構え、ちゃんと私の教えた剣術を徹底してるのね。やめた。私の剣技を。石化の予選を見てわかったわ。あなたの剣術のベースは私。大まかな技術は違えど、本が同じだったからすぐにわかったわ。そう？だからあなたには特別対抗心が生まれたわ。だから今は親としてではなく、父霊下としてここで死闘を申し込むわ。小戦友、天気高来。はい。自動からの攻撃がえげつないわね。ゼロ。廊下の立ち。あらい、指示が少し遅れた。意地でも背後だけは取らせない。感じた。突き飛ばされた私より下から攻撃するなんてね。くそ、これも反応された。この技術は私の権利にはない。でも恐ろしくハマっている。それ、もらうわ。え、聖剣支配、技法伝承。技法、なんかの太刀。嘘。さっきの私の攻撃よりまだ低く。小戦友、聖剣後派戦。あの連撃か。なんかの太刀。お見事。まさか、聖剣後派戦とあなたの、残花の太刀、両方を見切られるなんてね。見切る？まさか、私に2本目の剣を出させた時点で剣術ではお母さんの方が上手だったわよ。嬉しいわ、本当、あの石化がここまで成長してくれて。でも少し複雑、私の力でどうにかしてあげたかった。だから今は私の手で石化を見定めたい。いいわ、なら次は能力を使っていくわね。ゼロ、インフィニートプリミティブエスパーだ。行くよ、次はお母さんでも厳しいかもね。なら、私も剣術以外で勝負を挑ませてもらうわ。聖剣、コーヒージャッジメント。この霧の範囲内ならどの位置、方向関係なく、光線、爆発、斬撃などの裁きを与えることができる。つまり、石化の放った剣は私に届くまでに無数の斬撃を与え、威力を弱めるどころか、私に届く前に破壊する。このエリアで私に攻撃を与えるなんて不可能。な、知らない？得体の知れないものには安易に触れてはいけないって。私は能力発動時中、能力、恩恵、カゴ無効化状態になる。おかげで仲間からの回復も無効化するし、仲間の能力も無効化するからかなり嫌がられるけどね。舐めるな、それなら全部弾くまでよ。言っておくけど一撃の破壊力は小さい隕石の衝突威力と同等クラス。それなりの戦闘力オーラで固めておかないと腕どころか、衝撃で体ごと粉々に砕け散るわよ。さて、決めるか。お見事。まさか、一度剣を離した状態でここまで立て直すなんて。でも今回は私の負けね。立て直したとはいえ、私に剣を離させた功績は素晴らしいわ。もう十分、あなたは十分私より強いわ。おそらくこのまま続けても私が追い詰められるだけってわかるもの。そうかな、私はまだお母さんは手の内全部見せてないと思うけど。出してないだけよ、今の石化の能力で私の持つ技や能力は全部意味をなさないって理解させられただけでもかなりの痛手よ。確かに技は何種類もある。能力だってまだ使ってない要素がほとんど。でも効かないなら出すだけ無駄なのよ。認めるわ、石化。あなたは間違いなく私より強い。私を超えたわ。お母さん。明日からの本戦、楽しみにしてるわ。石化も桜花も悔いが残らないように、全力で立ち向かいなさい。お母さん。何？お母さんは私の方が強いって言ったけど認めないから。だって剣術だけの時、間違いなくお母さんの方が上手だったし。だからまだ、また、教えてよ。そうね、ならまた帰ってきた時に1年前教えられなかった技とか教えてあげるわ。
でも石化からも私に剣術教えて、それが条件ね。もう対等の剣士なんだから。対等？うん、教えるよ。剣術だって私が経験してきたお話だって全部。じゃあお母さんとの約束ね。大きくなっても、見た目が変わっても、石化はいつも変わらないわね。それが一番どこか安心する。あ、ちょっと待ってお母さん、そっち逆方向だよ。白、私は確かにメリアや白に言われた通りにやったよ。反物質操作の対策として確かに神格解放まで使った。でも注意したよね、何度も。私の神格解放を受けたら心身ともに一生のトラウマを植え付ける、一度の死で終わらないこの世のものとは思えない経験をするって。白は私の神格解放で何千回という死を体験したの。こんな意味のない、味わう必要のない経験を。かなに言って、仮死亡時記憶抹消エリア、に入って正解だったよ。どうしたの？最近のメリアはミスが多いよ。すいません。この件に関しては私から白に誠心誠意謝罪をします。言いたくないけど、私の、異質異能、はメリアのお母さんからも危険視される代物だよ。それを、普通にこの世界に存在する物質程度と比べるものじゃないよ。そうですね。それじゃあ私戻るね。オーカちゃんをここに呼ばなくてよかったよ。最近ミスが多い。それに含め、大会の件で自分のことで手一杯。だから専属神としての仕事もこなせずにいる。月下ちゃんやバハートさんの件もそうだ。ちゃんと決断できないし、ご主人から今は専属神は求めてない、とまで言わせてしまっている。ずっとわかってる。ご主人は月下ちゃんを入れたいんだ。だからバハートさんを部屋にすら入れない。専属神のみんなだって認めてる。私一人のわがままでうまくいってないだけなんだ。メリアちゃん、どうしたの？ほら、戻ろう。自分の現状が怖くないんですか、ハク。ソフィアちゃんとの訓練は、うまくいかなかったのは、記憶がなくてもわかるよ。だから私に、反物質について教えてほしいな。怒らないの。迷惑をいつもかけてるのは、私たちだから。それを言うなら、メリアちゃんの手助けができない。私の方が、怒られそう。怒りませんよ。だってみんな一生懸命に。だよね。だから私たちはメリアちゃんを注意することはあっても、怒ったりしないし見捨てたりもしない。ほら、次の対策を教えて。いくらでも信じてついていくから。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。うん、後でソフィアちゃんにもしっかり謝ってね。ソフィアちゃんが一番争い事とか、人を傷つけることを嫌うんだから、傷つけることをごまかすために、冷徹にもなるし、一気に決着をつけようとする癖もあるし。そうですね。わかりました。行ってきます。さて、私も、戻ろう。シェインちゃんには、絶対に負けないんだから、こうして、明日に向けておのおのが最終調整を行い、本戦への対策を行っていた。そして同時刻、カナネさんはシュウさんを連れて幻想郷に戻っていました。起きろ、サボリミコ。は、何よ、もう帰ってきたの、早いわねー。すげえよ、俺もウーカも予選ちゃんと抜けたし。それじゃあわざわざお友達連れて何しに来たのよ。はぁ、別にこいつとは友達でもなんでも。六名王、夜桜を呼んでほしい。こいつにけじめをつけさせるんだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。